先週土日、うん、土日で大阪なんか行ってましたよ、ね、はい。で、初耳学ってね、うん、MBS、まあ、TBS、はい、のこの番組、林先生の番組のイベントが、うん、初耳学のイベント、イベント、うん、びっくりしました、私も。どういうこと？土日大阪で、うん、まあなんかこの番組で、うん、中山きんに君とか、室伏広治さん、今スポーツ庁の長官がとか、まあこう出てきて授業してくれるわけ、番組のまあコーナーでね、なんかいろいろダイエット方法とか、筋肉ので室伏さんこの健康を維持するスポーツ運動のとか方法とか、あとなんか天才キッズのね企画とか、こう天才ダンサーとかエレクトーン少女とか、まあそういうの番組やってないけど、それをお客さん入れて、うん、こう公開でやったりとか、授業をやったりとか、厚切りジェイソンのなんか、うん、ニーサ講座とか、なんかね、とか、まあ、そのキッズたちダンスとか、うん、その辺をお客さん入れて、うん、やる。土日で。うん、で、土曜、うん、サンステ。サンステ土曜サンステ。サンステ？サンステ。俺が出たのサンステだけど、もっとね、もっとなんか、2カ所ぐらいでこう、二箇所並行して、フェス、いろいろもうフェスと言っていいね。毎週初耳学見てる人びっくりしてるじゃないの、うん、どういうことって。どういうことそういう感じじゃないんだけど。そういう番組ではないよね。でも、10年目突入とかなんだよ。あ、そうなんだ。そう、長くやってて、それでなんか、それ、なんかそういうタイミングなんで、みたいな。本出すとかじゃないの、本出す。フェスですもん、フェスなの。やり方違わないなんか。で、土曜はなんかサンステで、林先生と、ケンティ。と、大政彩ちゃん。と、俺で4人で、まあ一応レギュラーメンバーで、トークショーみたいなのやった。何それ何のトークショーするの？まあ、昔のなんか、過去の映像を見て、なんか、未公開の映像を見て、うん、カットされたやつ見て、うん、わちゃわちゃとか。初耳学でやるやつじゃないよ。絶対に。そういうタイプの番組では、番組じゃないよね。ないけど、やっぱりまあ、うん、ケンティもいるしね、うん。来るとはなんかアナウンサーされてなかったらしいけど。まあ、そういうの狙ってきてるでしょ。お客さんはやっぱそうそう、ギャーってね。目ざといからね。まあ、抽選で当たった人なんだけど。うん、で、日曜は、ツーステ。ああ。うん、ツーステ。すげえな。なんだけど、ツーステの合間に、別のもとカンテレ。ああ、そう、初耳学 MBS だからね、大阪。カンテレのロケ。そうね。が入ってて、みたいなね。ああ、で、岩井さんもそこを、うん、来てね、コンビで。カンテレのロケ俺入ってたからね。そうそう。そこコンビでみたいな。うん、で、それ、合間にロケして。うん、で、終わって、うん、またステージ。みたいな、すごいじゃん。スケジュール。で、それはもうエグザイルの人と一緒に踊ってみたい。子供たちと踊るみたいなのやってさ。大変だな。で、終わって新幹線で帰って、うん、夜10時ぐらいかな、家、着いたのが、結構もうヘトヘトでね、ヘトヘトだよな、まあね。で、ロケもしっかりロケだったよ、だって。しっかりロケだったね。うん。すごかったよね。うん。あれ。いや、もう本当に、ちょっと、疲れちゃうようなね。大阪のね、街ブラみたいな。街ブラで怒涛のテンポでね、やってね。で、夜10時ぐらい着いて、うん、次の日、平野レミの早技レシピね。まず NHK。すごいスケジュールじゃん。すぐこの間。殺しに来てんじゃん。ありまして、朝7時に NHK 入って、朝7時 NHK 楽屋バーンって入ったら、もう、なんか、レスリングのユニフォーム置いてあってさ、衣装で、あ、これ俺今日着るんだ、そうなんだみたいな、置いてあって。というのも、その日のまあゲストが、澤穂希さんと、なでしこジャパン、澤さんと、吉田沙保里さん、レスリングね。ああ、なるほどと。でも、平野レミの早技レシピ。結構ずっとここでも言ってますけど、うん、毎回私何らかの仮装みたいな。してるよね。もう顔を真っ白塗って、うん、真っ白の全身タイツ着て、うん、お餅の役とか、うん、芋のなんか被り物して焼き芋の役とか、うん、はいはい、それに比べりゃ、もう人だし、うん、レスリングのユニフォームは、まあまだ、いい方か。人権が保たれてる。人権は保たれてる。NHK で。で、いいかと思ってたらスタッフさん来て、うん、あ、これ衣装で着ていただいてユニフォーム、うん、吉田沙保里さんと戦っていただきます。料理番組ですよね。関係ないですよね。レミさんが生放送でいっぱい料理作る料理番組ですよね。うんうん、戦うんですか？霊長類、最強女子と、うんうん。あ、戦っていただきます。うん、まあ、話聞くと、なんか尻尾をつけて、うん、その尻尾を取り合うみたいな。はいはい、
がレスリングのなんか練習とかでこうあんだって、お尻に尻尾つけて、でそれをこうさ守りながらこうちょっとレスリングっぽい動きでそういう練習があるみたいな、あ、なるほど、わかりました。で本番始まったら、まあまあいつも通りレミさんのワンショットがこう始まるんだけど、3、2、1、はい、本番スタートって言ったらもう、何これ、な、始まってんのこれ、何何これ、あ、始まってんの、みたいのから始まって、なかなかさその感じ今のテレビでないよね。ないよね、うん、平野レミさんはやっぱ特別ですから、うん、でこれはもうよくあるんですけど、この生放送ではレミさんの NHK でね、うん、はい、これじゃここにね、あのホットペッパーソース入れるからねって、うん、これタバスコって言っちゃダメなのよ NHK は、うん、商品名ダメだから、うん、ホットペッパーソース入れまーすみたいな、うんうん、言っちゃってる、うん、毎回あるこのねホットペッパーソースで NHK アナウンサーの人、ああ、商品名は控えてください訂正しながらみたいなね。ああでもちろんお料理に目を向ければ、うん、その日も13品ぐらいかな。いやー、すごいね。1時間ちょっとで13品みたいな。いや、作れないよ、そんなに。ブロッコリーの混ぜご飯みたいなのあったんだよ、うん、ブロッコリー。ブロッコリーの混ぜご飯。そうそう、それもめちゃくちゃ美味しかったんだけど。うん、で、ご飯こう盛り付けてお皿に、うん。で、その上に、まあ、いつも通りね、ブロッコリー、ぶっ刺してさ、うん、そう、立てる、みたいな。うん、とかなんかもう、もう一個なんかセロリ、なんだったかな、サラダみたいなセロリまたぶっ刺してとか、うん、小学生のカブトムシのお墓みたいなのぶっ刺すだけのね。ぶっ刺すだけのね。でも、もう食べれたらもうめちゃくちゃうまいんだよ、全部ね。あともう今回は結構衝撃だったのは、枝豆ね。枝豆。枝豆。それ、ふさつきのさ、このふさの枝豆を、そのまままあ茹でるんだよ。ああ、ふさのまま。結構でかいふさの、うん。で、そのまま茹でて、で、そこにもう、ふさの状態のまま、うん、なんかタレ、醤油ベースのこう、なんかタレを、うん、もうそこに、べちゃべちゃこう、つけるわけ。うん、で、そのふさのまま、最後、それを花瓶にぶっ刺して、うん、はい、完成。花瓶じゃん。皿でもなくなっちゃった。皿でもない。もう花瓶にぶっ刺して、花瓶じゃん。それをみんなでちょっとこう、ハサミで切りながら、収穫しながら食べるみたいな。楽しいでしょみたいな、やつなんだけど、どね、まあ、その醤油ベースのタレがかかってるから、もう黒いんだよ、見た目ちょっと。枝豆もさ。そうね。で、フサの方がなんか、カビにぶっ刺してるからもうダラーンみたいな。もうその、なんか、農薬で朽ち果てた作物みたいな。なってるみたいな。そうそう、ダラーンみたいな。うわーみたいな。でもそれも食べると、やっぱうまい。まあまあ、うまいっちゃうまい。うまいはうまい。そりゃすごいよね。本題のまあ、レスリングのコーナーね。うん、は、やったんだけど、うん。なんか俺もすぐ負けすぎて。うん、全然盛り上がんない。いや、それは、そう。さっと取られちゃったら、つまんない、うん。まあ、そうだね。ああ、でも俺も想定外というか、もうちょっと粘れるかなと思ったんだけど、スタートってなった瞬間に、なんか吉田沙保里さんに両腕掴まれてさ、うん、ギャンって、うん。その瞬間にもうマジで、全部粉々になったと思って、本当それぐらい、両腕が、そう、両腕が、ああ、粉々になったって思っ、めちゃくちゃ強くて、ああ、粉々になったって思った瞬間に、うん、もう吉田沙保里は前にいないの。ああ、もうなんかバック取られてて、普通にスッって、ああ、尻尾取られて。残像だった。マジで残像。見てた吉田沙保里は残像だった。ブブブブブって。残像だって。残像だって言ってた。言ってた。ヒエみたいに。ヒエみたいに。でもふわーって取られて。おーみたいな。ヒデさんもいるんだけどね。おー、おー、何したんだよ。追いつかないで、ツッコミも。ツッコミも追いつかわ。すいません、みたいな。で、終わってって。で、やっぱ今回はなんかね、レミさんは結構、おしゃべりももう絶好調でね、沢さんと一緒に料理作る、うん、はいはい、ってたら、うん、何、サッカー何が面白いのあれって。国民栄誉賞とすごいね。サッカープレイヤー沢誉れに、サッカー何が面白いのあれ、あ、いや、あのみんなで考えてこうパスを繋いで、ゴールまで、つって、うん。あれ何考えて蹴ってんだあれ、うん何も考えてないでしょ、レミさんならではだね。で、また別で、ヒデさんがね、うん、なんかハマってることあるんですか、レミさん、うん、みたいな。今ね、やっぱ、お散歩ね。お歩くことがやっぱいいわね、うん。健康にもいいしね、うん。お散歩してね、で、下北のあたり行っちゃうの。うん。うん、で、古着買うの、私は。おつって。古着今ハマってるわね、みたいな。うん、で、これ、今日はレミさんの古着コレクションが、みたいな。おで、ちょっとこう、なんか、ラックにこうさ、ハンガーを見せんの。ハンガー、レミさんの古着のコレクションが見せんの、レミさん。そう、5、6着、こう出てきて、これ見て、これ見てよ、これかわいいでしょって。この間朝一で来たんだけどね。うん、いくらだと思う、うん、これ250円お安い。安いでしょ、うん、
って言ってたら、うん、和田明日香さんっつの、うん、レミさんの息子さんのお嫁さんね、そう、義理の子の娘さんが、はいはいはい、ちょっと待って、これ何っつって、うん、そのかかってる T シャツ取ってさ、うん、ちょっと待って、これ、私のハワイのお土産じゃない、君の娘にもらったハワイのお土産を、うん、もうなんか古着のとこ嘘になっちゃって、かけちゃって古着屋下北で買ったやつだ。レミさんはもう、あ、私これ古着だと思って来てたわ。もうなんかぐちゃぐちゃなんだよね。わかんないよね。そう、思い出もさ、めちゃくちゃだ。そうそう、そんな中まあ進んでって最後もう残り15秒ぐらいで、うん、最後レミさん挨拶つって、うん、まあまあよく食べて運動して、うん、よく寝て、うん、嫌な人とは付き合わない、うん、っていう、もう、それで、それで終わってて、その、料理番組のね、うん、嫌な人とは付き合わないっていう、うん、それはまあ大事なね、心理が、そうそう、ストレスをためないっていう意味で、うん、そのメッセージで終わってって、うん、で生放送それ、朝終わって、そのまま、まあ、ポカポカ、行って、で、ポカポカ終わって、うん、いくらかわかるかねっていう、TBS の、まあ、番組の、うん、なんか、スペシャル、2時間。うん、撮って、はいはい、で家帰って、うん、家次の夜9時過ぎ着いて、ただいまーつって、して長男がね、年長の、うん、長男がまあ寝てたんだろうけど起きちゃったんだろう、俺帰ってたんで、うん、で目をこすりながら玄関来て、なんか自然とファーってハグしてくるわけ、俺にファーってハグしてきて、うん、おー久しぶりーなっつって、うん、困ってたしね、うん、ただいまーって見たら、なんかバーって泣き出して、息子が。おー、どうしたどうしたさ、いなくて寂しかったよって。で、俺も、玄関でバーって泣いちゃって。なんでだよ。それ見て。ああ、ごめんね、ごめんね、って。うわーって二人で泣いて。うん、だから、ちょっと働きすぎかも。ちょっとこの、ちょっとね。うん、続いたら、殺されちゃうかも。しないです。